防衛戦やってみたいと思います。かぶわないと嬉しいんだが、ということでハウス戦やってみたいと思います。一番楽しいのは本気の本気での勝負。光る俺の最高な気持ちたちで絶対勝つね。ということでハウと戦いたいと思います。ハウはライチを繰り出してきた。ということで元気になってみたいと思います。おっと、これはピンチ状態だ。先に回復してからだろう。ということでムーンフォースで全部倒したいと思います。雷霧をまず倒しました。ベッコアラです。防衛戦はその時になるまで絶対にわかんないことになっていますので、楽しみにしててください、それは。ということで、ベトベトのロンズ、ということで、たくさん戦ってみたいと思います。ブドウラップはこれ。ということでシャワーズも4人倒しました。ここでゼミネアス必殺オーラやってみたいと思います。ダブリーアブレーズ行くぜ。ブラディのジェットの最初はこんな風になるんだ。ということでダディアンダスクインパクト、ということでジュナイパー楽勝に倒しました。41ファンパラは41。自分の強さを求める強さはなかなか持っていけないのね。ということで本当にようやく本気のじいちゃんを倒せるようになったんだ。だから最小チャンピオン鹿鬼家庭まで絶対諦めないからね。ということで防衛また成功しました。防衛成功のそのシーンなのか何がどうなのかわかりません。ランダム設定なのでお楽しみください。防衛成功おめでとう。ということで防衛成功して嬉しかったです。ということでソロワールもようやく進化したし、ということでまた次回もやってみましょう。えい、ハウに勝つことができました。終わり。